計画？何のことだ？何を言っている？皆まで言わせるのか？そうか。では教えてやろう。狙撃だ。狙撃？まだわからんのか。それとも、とぼけているのかな。カイドウ君、君は大空翼一郎、そして大空翔子を狙撃によって亡き者にしようとしただろう。な、に？驚いたふりをしているのか？さっきから何を？何をじゃないだろう。野中里也の起こした狙撃事件は、二度とも君が計画し、手引きして行ったものじゃないか。は？心当たりはないのかな？さあ今度岩尾、そんな寝言を聞かせるため、俺を呼んだのか？寝ぼけているのは君だろう。まあ、公開討論会のあれについては野中君の暴走だったがな。まあおかげで若見には手間を取らせてしまった。里谷を殺したのは証拠隠滅のためか？そうだ。彼の証言によって君という同志を失いたくなかったからな。何をデタラメよ。証拠隠滅は自分の関与を隠蔽するためだろう。いや、もちろん私も計画には参加している。いや、しかしそれも全ては君の望みを叶えるためだ。俺の望み？何を言ってる。それがあるとするなら、サコンダ岩尾、お前の破滅だ。そもそもの黒幕は大国だ。彼らが大空翼一郎の暗殺を私に持ちかけてきた。そして私が仲介役となって君にこの話を相談した。その結果、君は私が子飼いにしていた野中君という有能な狙撃手を使って狙撃の手引きをしたということだ。身に覚えがない。そんな顔だな。当たり前だ。妄言に付き合う気はない。覚えがないのも仕方がない話だ。ミスティクルに対してある特別な反応を示すものは、行動やそれに伴う記憶についていささかの障害を有しているからな。俺にはそんな症状はない。シンドロームの自覚症状さえないと？どこでシンドロームの情報を得たのかは知らないが、これ以上話をしても無駄だな。家宅捜索の前に強制的な取り調べを行わせてもらう。さあ今度お前の陰謀の全てを辿らせてもらうぞ。ミスティクルは特定の者に優れた能力という恩恵を与えるが、その反面、我欲の肥大や抑制力の欠落といった欠点を増加させる危険性も含んでいる。その象徴がデザイアシンドロームだ。これが悪化した場合、そのものは自分の意思とも関係なく欲望のまま行動し、破滅の道を突き進む。どこでその情報を？
娘からか。解放力の高さに比例してシンドロームの進行は加速度を増す。そう、受けた恩恵が大きいほど破滅への坂道の傾斜はより垂直へと近づくように。サコンダ、お前は。しかしここからは君も知らんだろう。シンドロームは高い解放力を持つ者だけに降りかかる最悪ではない。何？君とて例外ではない。介入者の君とてな。バカな。君には失った記憶があるのではないかな。それは単なる記憶障害だ。2年前程度のことも忘れてはいないか。なぜそれを。君もシンドロームを悪化させているからだよ。しかし症状は解放力の高いもののそれとは少々違う。お前は何を知ってるんだ。カイドウ・キヨト君、君は最近夢の中で鐘の音を聞いてはいないか。あのシンドロームが悪化したものからしか聞こえない鐘の轟音を。それも頭痛やめまいを伴わない内側から鳴る鐘の音を。鐘など。君はシンドロームによって二つの人格を有しているのだ。しかも互いの人格は記憶を共有してはいない。いわば君の中にはもう一人のカイドウ・キヨトがいることになる。全く性格も異なり、常に鐘の音を鳴らし続ける本当の自分がいるのだ。そんな馬鹿げた話。日付が変わったか。いよいよ明日が大統領選投票日だな。鐘の音が怖かったのか。金？今のは時計の金だ。え？本当の自分が鳴らしたかと思ったか？どうなんだ？本当の自分。私は以前本当の君に会っている。今から5年ほど前のことだ。君は私に大空家の滅亡を望んできた。それに私は同意し、一連のテロを計画し、君がその手引きをした。そんなこと。カイドウ君、彼が野中君だ。へえ、僕と同じ親なしか。よろしく。彼は狙撃の天才だ。きっと君の力になってくれるだろう。狙撃タイミングさえ指示をしてくれれば、どうとでも対応してやるって。
当日の急な変更にだって僕はいくらでも応じてみせる。